はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。グラハムです。それじゃあね、パート4の方、やっていきましょう。前回が、そうですね、新しくエントランスを作って、星が1つ半となった状態ですね。で、まあ、いろいろ、うまくいき始めたところですね、ちょうど。はい。それじゃあ、続き。まあね、僕はね、天才経営者の素質があるので、こういうゲームはもう、ちょちょいのちょいって感じですかね。はい。そうですね、確か T-Rex の化石が見つけられる場所を、こう、開拓し始めたところですね。で、今、お客様が17人、恐竜が8頭ということで、で、新しく、このトロサウルスのところに、スティラコサウルスが追加されましたね。はい。あ、なんだろう。まあまあかな、というね、感想をいただいてます。値段が高すぎるよ。トロサウルス研しか究見開れて発ない。室からメーもうルが届きまじしみた。にこのパラサ光ウ源ロにロついスてちゃ考んえてがみてくれ。見てよもし。らえてない状況ですね。はい。まあね、肉食恐竜も今、ここにアクロカントサウルスが。あ、もうこの子死んじゃう。寿命がもうない。なんなんですかね。みんな文句悪くないって言ってくれますね。これじゃぼったくりだ。みんなトイレにご不満なようで。あのね、このね、パークはね、トイレの収入によって、トイレの収入によって、あれですよ、経営されてるんで、グラント文博句言士われからてメも、ールそのが届トイきレましのた。値段はお下げできあないら、でこんす。にちは。はい。で、そろそろご人機気も嫌上がっでてきは？たので、各ステーションの売り上げもちょっと上げていきます。あら、いらっ収し入ゃ源い。ですね、これ。はい。ご機嫌いかが？ちょっとね、多いめにお金取っていかないと、研究開発室からメールが届きました。赤字になっちゃうので。はい。何かアドバイスはあるかい？はい。やあ。サガリ、ようこランドそ。クルーザーも全然走ってないですね。16ドルにしときましょう。なんだろう。なんだかこの場所が気に入ってきたよ。ありがとうございます。こんに嬉ちは。しいお言葉です。おもちゃがね、まだ14ドルしか売り上げが出ないので、20こドんにルのち売り上げは。にしましょう。これもちょっと10ドルぐらいの売り上げがもらえれるように。お。ね、これでね、だいぶ、パークも経営されるようになってきましたので、そろそろ、みんなトイレ行きたくなってるんよね。なんか 僕の経営するパークと、トイレに対する、不満というか、あれが殺到してきましたね、なんか。まあ、いいですけど、この子はまだ生きるんで。じゃあ、そろそろ、もう人が増えてきたので、クリーナーの数もちょっと増やしていきましょうか。よいしょ。はい。みんなトイレをお探しですね。で、こっち側にもちょっと広げていきましょうかね。こっちちょっとね、大きめに作って、肉食恐竜と草グラン食ト博恐士竜、からメールが届きました。混合でーす。混合エリアにしたいと思います。これ山あって、どうグなラんンでトす博か士ね。からメールが届きました。あれ、なんでこんな変なフェンスの敷き方になるの？まあ、資源の節約としてね、君ちょっの考と、えを聞かせてこくのれ。辺に。お、スティラコサウルスとコリトサオウルスですね。はい。で、どこに、
肉食恐竜が出る場所と草食恐竜が出る場所とバラバラに作っておきましょうかね。どうしようかな。あー、立地が悪いね。真ん中にバーン湖作っちゃいますよ。よいしょっと。で、ここら辺を平地化して、こういうこれを出すと。はい。で、まだちょっとね、結構人気上がってきましたね、僕のこのパーク。相変わらずトイレ行きたいっていう人が殺到しますけど、あのトイレはやっぱりこう見えないところにポツンと作んないとあのダメなんでね。研究開発室からメールが届きました。トイレ作りますけど、トイレをこのように。で、相変わらずの10ドルです。わかりますか ?10 ドル。簡単にできますかね。10ドルっていうのは、まあ、日本円で言うと、なんか、この人、ご不満持ってる?誰かここから出してという。トイレにも行けず、休憩もできずっていう。パークに強い不満を抱いて出て行ったビジター。トイレ関係に対するクレームが多すぎます。トイレに行きたいなって言ってますね。はい。トイレ、なんでそんなトイレに行きたいんですかね、みんな。で、こっちは、広いんで、こういう、新アトラクションが、大きく作りましょうかね、こうやって。で、最大が 800m 走れるんで、ちょっと大きめにぐるーんと作っておきますかね。ようこそ。で、両方一気に見れちゃうということなんで、一回150ドル取ります。やあ。またクローズにしないとね。経営者により閉鎖と。はい。こんにちは。で、ちょっとね、快適空間にしていきますね。ここら辺が草食恐竜エリアにしますね。サトラ博士からメールが届きました。確かね、あのガスを開発すれば草食恐竜はここら辺、肉食恐竜はここら辺というエリアが作れるので。ご機嫌いかが。はい、ヤギにしておきましょうね。あら、こんにちは。まあ、とりあえず人気保持のために、いい2頭ほどアクロカントサウルス出して、トロサウルスも2頭ほど出しましょうかね。で、もうオープンができるんで、オープンにしときましょう。はい。バルーンツアーの開発が完了しました。はい。じゃあね、このガスもちょっと開発してもらいましょう。ステラコサウルスはゲノム 74%、 アクロカントサウルスは寿命で死んじゃいましたね。じゃあこっちにも1頭出しておきます。やばい、お金がやばいですね。ポリトサウルスの化石、ポリトスティラコ、うん、いいですね。お金がやばいな。グラント博士からメールが届きました。よいしょ。何かアイデアはあるかね。化石市場から、あ、ティラノサウルスの化石ありますね。五つ星恐竜ですよ。高いですね、相変わらず。みんな相変わらずトイレ行きたいってなってますけど、ちゃんとトイレの場所ぐらい覚えといてもらわないとね、困りますね、僕としては。トイレそんなにね、設置したくないんで、やっぱり、こう見た目がね、悪くなっちゃうんで、トイレ10個置けるんや。はい。あ、出ましたね。早速。誰もここに来ないんですよね。研究開発室からメールが届きました。バルーンツアー。あー、お金ないんで、何もできないですね。いらっしゃい。お客さん来ましたね。
ちょっと高くしましょうか。2500ドルぐらい取っちゃいましょうか。もうこんだけいっぱい来るんですから、すぐにね、お客さんいっぱい来るんで。あ、金、金や、ありがたい、いいお金だよ。ちょっと報告書見てみましょうかね。収支じゃ、お、黒字になってきましたね。4500ドルの収益があります。いやー、いいね、いいね。これが天才経営者の、あれなんでね。じゃあ、この新しく出たバルーンツアーっていうのも、ああ。研究開発室からメールが出て、バルーンツアーの、はい。バルーンツアー何本取りましょう。バルーンツアー全体的に大きく見えちゃうね。200ドル、200ドルもらいましょうかね。はい、いや、いいですね、やっぱ。あー、パニックになってますよ。マクロカントサウルスがこんなとこまで進出してきちゃったんで。なるほど。で、パラサウロロスちゃんも2匹ほど。ティラコサウルスのゲノムは83%。寿命は、寿命が1年になりましたね。お客様に申し上げます。嘘、竜巻？わあ、わあ、竜巻や、すげえ。何これ、何これ、すげえ。音楽がやばい。あ、トイレ行きたい人がいる。いや、そんなん呼んでる余裕はない。ね、これ、ね、これ。あ、クロカントサウルスの具合が、どこあるの？うん？待って、これ。待ってよ。進行方向が。やばい。竜巻が俺のパークに向かっているぞ、これ。やばいぞ、これは。これはやばいぞ。いやいや、そんなん呼んでる暇はないね。え、どうなんのこれ。どうなんの竜巻。え、なにこれ。あー、フェンス壊れた。やばい。あ、やばい。やばいぞ。フェンス壊れたね。フェンスめっちゃなくなったね。え、どうすんのこれ。どうすんの。あー、おー、運営管理者からめっちゃ緊急メール来る。やばい。あー、フライアウェイしてる。あー、俺の恐竜がフライアウェイ。やばい。やばい。あー、ダンさんまでフライアウェイ。あー、ちょっと待って。やばい。めっちゃフライアウェイしてるで。やばい。え、何これ。おい。そうだね、え、エンジェンに多額の損失をもたらすという。あら、はい。あー、ヤギが、俺のヤギが。ヤギや。あ、スティーブンさん、こんなとこにいる。あ、スティーブンさん、スティーブンさん、死んじゃってる。やばい。何これ。どうしたらいいの？やばい。なんか、点滅してる。どういうこと？パークに恐竜の病気が、いや、病気どころじゃないですよ、今。いや、もう、今、え、ちょっと待って、そんな病気とか見てる暇はない。いや、いいんだよ。パラソロさ、死んだ。それは見たよ。金貨やって、あったよ、待って。スティラコサウルスの骨。金はもらっとこう。はい。は、お金。750ドル。そんな取られない。ビジターが竜巻により飛んでった。空見ましたよ。え、ちょ待ってーや。え、とりあえずこれ、フェンス直しとかな。やばいんじゃない？恐竜が脱走しちゃうよ。え、フェンス直しとこう、フェンス。恐竜、まあ、病気して大丈夫。そんな活発に動かへんか。はい。やばい。あ、ていうか、え、星が減ってる。やばい。嘘や。
いやーいや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 、フェンスぶち壊されたよ。いや、フライアウェイしてみんな飛んでったで。大丈夫？どうすればここから出られるんだろう。来たばかりでよくわからない。いや、それはそうですかね。いやいやいやー、いや、このここの恐竜の災害とかあるんですね。あら、いらっしゃい。2900ドル、高い。750ドル、それは安いね。いや、高い、614ドル。1500ドル、嘘や。やばいやばいやばい。ご機嫌いかが？いや、直せないっすわ、ちょっと。お金なくなっちゃいましたよ、と。はい。あら、いらっしゃい。トイレはどこ？いや、今トイレとかどうでもいいですよ。この件について検討してみてくれ。いや、壊れてるのに活動してるやん。いやいや、なんか脱走してるで、恐竜ちゃん。恐竜ちゃん脱走してるけど、あった、お金いっぱい来た、いやー、やばい。お金がもう。吸引ガスプロジェクトの開発が完了したよと。やばいよ、かなり後になっちゃったよ。嘘や。いや、どうすんの。あと病気治していかない。やばいね。死流病のワクチンある？あった、よかった。いらっしゃい。やばい、病気やで。みんな病気も治さなあかんし。やば、お金17ドルやで。これ赤字やで。やばいで。おい、何も発見できなかった。もう解雇やで、解雇。君ら、首ですよ、これ。ちょっとね、仕事してもらわないと。てか、もう一匹のアクロカンドどこ行ったん？あ、いた。こんなとこで寝てますがな。寝てるんで、ちょっと。あ、移動ってこういうあれですね。説明書に書いてあったんだけど、なるほど、これで運べるんですね、一応。おお、楽しい。こんなとこに連れてったらどうなるのかな、これ。やめておきましょう。お金ないんで、今ちょっと騒ぎ起こされて、人気とか下がると大変な目に遭うんで、とりあえずね。はい、とりあえず、あ、てかみんな止まってるやん。何これ、神の仕業かってやつか。この件に見て考えてみ、やばい、マイナスになった。なるほど。いや、マイナスになってもとりあえず。やばい、借金やで、借金。うちの会社、借金やで。いや、みんな、やばい。借金とか、全然こういうアドベンチャーとか、起動してないんですけど。お客来ないの？間もなく、早く来て。やばい。なんなんすかね、このトイレ行きたいよ、みたいな。もうね、そんなにトイレ行きたいんならね、作ってあげますよ、トイレ。トイレをここに。トイレバーン作っときますよ、もう。なんなん、ひどいな。なんかパラサウ、戦闘で死んじゃったよ。戦ったんよ。見たかったな。ああ。で、堂々と言い過ぎでしょ、こいつも。やばい。コルトサウルス出せるようになったけどさ。ああ、もうまたそういうやつね。というか別にこの辺はもう、でもアクロカントサウルスが、よかった、借金なくなった。これでちょっとトイレを行きましょうかな。どう向きどうしよっかな。こうしよう。はい、もうここのトイレ行かない人は、こういうとこのトイレは踊りですけど、こういう堂々とある場所のトイレを使うようなケチなやつらには10ドル差し上げましょうか。いやー、もう最悪だね。
料金がバカ高い。これはひどい。やばいな。人気がやばい。あら、こんにちは。ちょっとここに言ったか、コルトサウルス。コルトサウルス出してみましょうか。1匹だけ、ちょっと寿命とお金の問題でちょっと1匹だけ出しましょう。やばい。食事をする場所って、この人どこ、ああ。なんだね。この人はどこを見てたんですかね。おお、こんにちは。やばい。まだこんなとこに恐竜がいるんですね。あ、お金めっちゃ減った、また。お客様に申し上げます。あ、来た。さあ、どんなですかね。なんか、イグアノドンみたいな。イグアノドンでしたっけ。なるほどね、こんな感じの恐竜です。はい。グラント博士からメールが届きました。琥珀を発見したぞ。いい。バンジーうまくいってるよ。こういうのは助かりますよ、琥珀とかね。あ、来た。いっぱい来ましたね、今日も。いやー、まさかのね、災害ですからね。グラント博士からメールが届きました。コルトサウルスの化石。いいほ、はい、いただきます。いやここのパラサウロロスちゃん今1頭しかいないんで、ちょっと出しましょうか。でも気づいた。出た。あ、ランドクルーザー。あ、運転とかできる。運転しよう。おい、え、どうやって動くんこれ。ちゃう。え、あ、動いた。あ、おクラクションとかある。あ、いいね。あ、いいね、これいいね。あ、相手いて。誰、あ、もしかしてこれビジターが喋ってるのかな。おー、いいね。なるほど。R1 で進んで、R2 でばっか。ちょっと。これ虐待ですね、恐竜虐待。いやー、いいですね。危ない。いや、痛い。危ない。あー、やばい。ちょっと。ちょっと。もう。ちょ。危ない。痛い。また。写真を撮る。おカメラモード。お、来た。来たぞ。最高。うさ、行くか。125点やって。ということなんでね、これ、戻りますか。よいしょ。ああ、ちゃうかった。バイ。よいしょ。ああ。あ、ちょ。よいしょ。おお。ん？なや。まあまあかなって。何かアドバイスはあるかい？コリトサウルスが。ええー、嘘。お前らひどいな、ほんまにもう。アクロカンスサウルスも。一匹しかいい品種を、やっちゃうけ、もう。大事にしようぜ。シラコサウルスとトロサウルス、一頭ずつしかいい品。あ、来た。いいね。なんか急に、結構稼働し始めましたね。いや、これで結構トイレに対するクレームはなくなったんじゃないですかね。お、いろんな種類の恐竜がいるなっていう。いやー、もうひどい。
強度の低下したフェンスを発見しました。メンテナンス75ドル。うひょ、研究開発室からメンテナンス50ドル。なんかそんなんがいいんだ。はぁ、やばい、値段が高すぎる。5ドルでトイレできてんねんからね、ちょっとそれぐらいはね我慢してもらわないと。まさかの災害でしたからね。あー、ここんとこ天気悪いっすね。ちょっとグラント博士からメールが届きました。マクロカントサウルスが自然死ですね。寿命が来てしまったようです。ちょっと、いやー、どうしましょう。セラコサウルスの化石と、あんまり人が来ないんですよね、この辺。グラント博士ちょっと、また新しく、こっちも発展させるように、エントランスを、新しくドーンと作っちゃいたいと思います。よいしょ。よし。エントランスと、はい。こうやってと、はい、お、パークの格付けが一つ星と、あ、一つ星と半に上がったぞという、うん、やったってことは、ちゃんとやってたらね、あの今頃すごい星がもらえてたっていう、いい感じだね。目の前にいきなりトイレの裏が見えるんですから。トイレしてる人からしたら、この小窓から、あ、また来よったわ、みたいな。お客がまた来よったわ、みたいな。みんなが見れるわけですね。もしかしたら、ここパークに入った人がいきなりこう、覗きができるかもしれないっていう立地条件ですね、これ。あ、キャプテンドームとか終わったぞ。そろそろ病気の、あれを、終わらしましょう。まあ、見つけられなかったっていうのが多いですね、ちょっと最近。で、なんか新しくアトラクションができたみたい。あ、これですね、これ。ほう。ん？何これ。あ、これをこういうとこに置くといいですよ、みたいなあれですかね。展望ドーム。ほうほう。これはちょっとね、いっぱい恐竜が見れるんで、鑑賞時間長めにして、100ドルいただきましょうかね。見る。あ、なるほど、こういう風に、間近で、かつ安全に恐竜が眺められるという、おー、いいですね、こういう。なるほどね。こんにちは。はい。料金がバカ高い。いや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 、値段が高すぎる。200ドル高いですかね。150ドルにしときましょうかね。みんな値段が高いって超ぼやいてますけど、ビジターが死亡すると我々みんなが苦しむことになる。これ以上ビジターの死亡事故を発生させないために安全管理の強化に努めてくれ。あなたが撮影した125ポイントの写真を雑誌月刊中世代が買い取ってくれたわ。1333ドルの臨時収入をどうか受け取ってちょうだい。はい、ありがとうございます。あのパラサウロロス1頭の写真が売れたみたいですね。いらっしゃい。いやー、まさかの事態ですからね。ステラコサウルス1匹、そういえばどこ行ったやろ。あ、こんなとこでまだちょっと苦しんでるみたいなんで、ワクチン打って運びましょう。レンジャーに呼び、あー、なるほど、眠らしてくれというあれですね。グラント博士からメールが届きました。オパールや。やった、お金を取ってくれた。4000円。安いな。どこ?早く眠っちゃって。グラント博士からメールが届きました。
めっちゃ植えてるやん。点滅してるで。てかもう寿命やん、この子。衰弱してる。めっちゃ衰弱してるで。これ早いとこ仲間のとこ連れて行ってあげないとね。はい。じゃあここにテントを置いておきましょうかね。はい。なんやろ。おお、びっくりした。うん。また発見できなかったってやつか。そういえばここパラサウロロスも一頭やられちゃったんで一頭出しておきましょうかね。ちょっとね、この自動吸引ガスをこの辺に発生させるように。お、いいね。おーっと。2ヶ月ごとにしておきましょう。1回100ドルかかっちゃうんでね。サトラー博士からメールが届きました。スティラコサウルスが死んじゃった。自然死、寿命ですね、やっぱり。ワクチン打ったのに、もう。自然死。ティラコサウルスが死亡してしまったまあですね。もう、うん、勘弁してんよ。寿命っていうのには逆らえないみたいですね。あ、こいつも病気やん。ちょっと治してあげて。死流病あるワクチンでよかったわ。恐竜が凶暴化した。うそや、どこ、え、何、恐竜が凶暴化した。え、何、恐竜が凶暴化した。どうやって分かんのそれ。おお、なやなやこいつ。ストレスとか知らんがな。え、ちょっと、なやうっせ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 や。ちょっと待って。え、どうしよう。え、どうしよう。ちょっと待って。いや、眠らして。今すぐ。やばい。え、うっせや。フェンス壊しちゃってん。あっぷな。なんや。何、凶暴化ってなんや。おい。眠らして、早く。OK、ボス。はい、眠らして。オッケー。ああ、よかった。何や、あれ。どうすればいいだろうか。いやー、なんすかね。嬉しいわ。まさかのね緊急事態ですよ。サトラー博士からメールが届きました。じゃあ古代樹の方をちょっといっぱい生やしてあげて。あ、ほら、ちゃんとアクロカントサウルス1匹が。え、あ、うっせえ、お前またか。てか戦えや、トロサウルスも食べられてるわ。うわ。いやー、ここにあるじゃないですか、餌が。いやー、大変ですね。経営っていうのは。あ、もう35分になっちゃってるんで、そろそろ終わりたいと思います。なんやろ、みんな。お、気に入ってくれてますね。ご機嫌いかが？じゃあ2500ドルにしようかな。からメールが届きました。この件について考えてみてくれ。シラコサウルスの化石を発見した。バンジーうまくいって、オッケー、これで 100% かな。はい。じゃあ、この辺でちょっと実況の方終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。次回のパートでお会いしましょう。